んにちは。今日はですね、イギリスはいいお天気で、最高気温16、7度ぐらいいったんじゃないかな。春らしい天気になってきました。で、寒くもなく暑くもなく、そういう時に飲みたいのが、アンバー、琥珀色のエールです。やっぱ寒い時は多分あの濃い色のダークエールの方が美味しくって、暑くなってくるとペールエールの方が美味しいんじゃないかなと思うんですが、まあ、個人的には、季節に限らずビールはいつでも美味しいんですけれども、とりあえず今日飲もうかなって思ってるのがこちらです。オールドスペックルトヘン、超有名で、日本でももしかしたら手に入るのかな、ちょっと詳しくよくわからないんですけれども、何が日本で買えて何が日本で買えないのかよくわからないので、もし、よければリクエストなんかいただけるとありがたいなと思います。では早速開けてみたいと思います。いい感じですね。日に当たるとこうキラキラとした琥珀色って感じで、本当にお日様の光に当たると綺麗ですね。電気つけてビデオを撮るのとはちょっとやっぱり色が違うと思うんですけど、ちょっと赤みがかった琥珀色、香りはすごくフルーティーです。これぞフルーティーっていう感じの香り、うん、もしかしたらなんて言うんだろう、ワインにも通じるようなそんな感じの、なんかこうちょっとブドウっぽいようなそんなフルーティーな、少し甘めの、でもこう柑橘っぽい爽やかさが後からふわーっとくるようなそんな感じの香りです。ではいただきます。うん、やっぱりこういう春の日には美味しいですね、これ系のミドルのビール。うん、苦味も結構これね、オールドスペックルトヘン、ホップの苦味もしっかりと効いてるんですよ。だからあのホップの苦味が苦手な人にはちょっとなんていうんだろう、他のアンバーエールに比べるとなんていうんだろう、あのペールエールっぽい感じがあるんで、ホップの苦味嫌いな人にはあまりおすすめできないかもしれない。でもやっぱりビールですからね、ホップ効いてないとっていう人にはいいと思います。甘いだけじゃなくってホップの爽やかさで、モルトの甘み、ちょっと焦がした感じの甘み、なんか微妙にこう交わさってて、ビール好きには美味しい、気に入っていただける一本だと思います。わりかしスーッと飲めるし、うん、まあ、夏でも冬でも両方美味しいと思います。うん、でしつこくないんで、うん、いろんな料理にも合うと思うし、まあでもやっぱり肉料理の方が合うかな、個人的には。うん、魚料理だとお料理の方が負けちゃうかもしれない。うん、肉料理の方がいいと思います。でもすごくヘビーなものよりはちょっとさっぱりした肉料理の方が、和食にもね合うと思うんですよ、ビール。まあ私がビール好きだからかもしれないけど、このオールドスペックルトヘンなんですけど、オールドクラフティヘンっていうのもあって、アルコール度数高め、あ、ちなみにこれは、5%。オールドクラフティヘンもまあそのうちレビューしますけれども、まあ、個人的にはスペックルトヘンの方が美味しいですね。クラフティヘンはねちょっとねきつすぎ、まあいいや。そういうことで今日はこの辺で、では。